ってるんですか今映ってます、映ってます。今始まってる、今もう映ってます。失礼します、お伺いいたします。生を一つ、生を一つ、はい、失礼します。早いですね美味しいですね。仕事収めですか。収まります。お疲れ様です。結構もう始まってるんですか。始まってます今。はい、始まってます。本当ですか。はい、本当です。皆さんにご挨拶をこんにちは亀井です。声聞こえるかな。あ、そうだね、もうちょっと大きい声。いや、あんま大きい声してる。そうですね。失礼します、生ビールです。ありがとうございます。まあまあ、まあまあ、どうでした今年1年。今年4月頃から4月頃からそうですね、YouTube をやってもらったわけなんですけど、でも本当にすごい喋るのが下手なんですあと滑舌も良くないし、なんかちゃんと聞こえてるかなみたいなっていうのもあったりしたんですけども、ね、見てくれる人がそうですね、いらっしゃいまして、もう本当にありがたいですねいやでもすごいですよ本当に。まあ、亀井ちゃんにやってもらう前っていうのは天然チャンネルってあのサイトが470人だったんですよ、チャンネル登録者数が。あ、そうなんですか、はい、今何人か分かって知ってますか。2000人突破しましたよね。そう、2000人突破しましたよね、まあ、2300人ぐらいだった。あれからまたもう、嬉しいですね、本当にありがとうございますですよ本当になんかね、いろいろ考えたんですけどもね、やっぱりあの滑舌がいいんだと思うな。滑舌の本当に滑舌良くなくて確かに何言ってるかわからないところあります。そうですよね、はい、よく言われるんですけど、でも今すごい、今いいっすですかいいっすいいっすか今、はい、こんぐらい喋れてればいいんですけどね。そうっすね、普段あんま喋らないんですよね、人と人となんか声、言葉発しないんでしょうねきっとだからどんどん滑舌が悪くなりますね。そうですね、まあ、あれですよね、あんまりお友達がいないっていう感じで大丈夫なんですよね。あんまいないですねゲーマーですもんね。そうですねお家にいますね。漫画読んでゲームやって、ね、ビデオ見てる。 DVD 見て、 DVD 見てお家で住みますもん。ああ、そうですよね、はい、お家で楽しいですか。もったいないなと思ってる人たくさんいると思います。もったいないなって。もったいないですか、うん、そう時間。いや、なんかもっと外に出れば楽しいこといっぱいあるのに。いや、寒いし今の話ね、これ今ね本当寒いですよね。そうですね、寒いくないですか最近。いや、最近そうですね、急に寒くなりましたね。本当寒いです。なんか何か食べたいものありますか。お昼ご飯食べてません。あ、食べてないですか。あ、よかったですね食べてください、もうこれはもう何がいいかな。やっぱりお魚がいい感じのお店じゃないですか。そうです、なんか魚いましたよ、はい、美味しいよ。なんか食べられないものを言ってもらえれば。椎茸。椎茸、はい、椎茸大嫌いなんですよ私あ、じゃあ椎茸の香りとか味とか食感とかもダメなんですね。ダメです。あ、なるほどね。でも、うん、いやダメだな、椎茸はダメ、全部ダメです。キノコ系は結構苦手で、はい、椎茸はダメです。あとパクチーがダメ、だからパクチーって書いてあるけどパクチーもダメです。あ、まあ、パクチーはね、ちょっとやっぱりパクチー本当ダメです。分かれますよね。分かれます、いい悪い。あとはあんまないかも、嫌いなのは多分お肉がとかが好きですよ。お肉が好き。魚屋さん来ちゃったけど。魚屋さん来てお肉が好きって。もうちょっと前に言ってもらえればなんとでもなったんですけどね。でも魚も好きです。魚も好き。はい。なんかそういう系が好きですね。なんかこう食べたって感じするやつが。こちらが美味しそうですよね。刺身三種盛りちょっと引かれましたけど。あ、これにしましょう。いいですか。
確認します。じゃあまず三種盛りを頼みながら、はい、他をお伺いいたします。すいません、この三種盛りを一つお願いします。はい、三種盛りが一つ以上でよろしいですか。はい、はい、失礼します。あと何がいいですか。これで亀井ちゃんの食が分かる動画になりますから。私は食大事ですかね。大事です。どうやったらこういうスタイルになるのかなって。スタイルは食べなきゃいいんですよ。正論。正論。食べなきゃ痩せます。食べなきゃ、はい、でも別に食べ、なんでしょうね。でもまあまあ食べるって言ってますよね。私結構食べてますね。なんでしょうね。でもなんか無駄なものを食べなければいいじゃないですか。無駄なものをね。なんかコンビニ行くと買っちゃうじゃないですか。はいはい、それは買わないし、それそもそもコンビニに行かない。あ、コンビニに行かない。コンビニに行かない重要ですね。コンビニ行っちゃうといろんな誘惑があってお菓子とか買っちゃうんで、それはもうダメだから、はい、コンビニに行かない。なるほど。でお菓子とか食べない。お腹空いたらご飯食べる。じゃあ痩せたい人は基本食うなと。まあ、食うのが一番いいんですけど。食べるのも、なんか、なんでしょうね、なるべく体のいいもの。あ、なんか、夜食べるとか食べないとかあるじゃないですか。はい、炭水化物抜くとか、そういうのなんか気をつけてますか。全然気をつけてない。気をつけてないですけど、でも、ご飯って、とか食べ物って、体を作る、その生活の基本、一番基本じゃないですか、多分。確かに、そうですね。だから、例えば、まあ、なんか食べたいものがあるときは多分その成分が足りないから食べると思うんです。あ、欲してるものが足りないものイコール足りないものだと思ってるんで、なるべくその本能に従って食べるんですけど、でも本能に従うんですけど、なんだろう、なんでしょうね。だいたいそれ食べると満足するし、それ以上なんかバクバク食べたりとか、なんかもうすごい食べたりはしないんですね。食べるものは食べるけど、あ、そう、すごい食べたりしないですか。それを山盛り食べたりとかしない。山盛りはしない。あ、山盛りはしない。食べたいものを食べて満足したい。だからちゃんとしてるってことですよね。してます。食に関してはすごいちゃんとしてるなと思って。してるかもしれない。だって本当に俺が好きなものを食べてって言われたら、多分、はい、毎日そこの角富士っていうラーメン屋があるんですけど、あ、美味しいですよね。あのこってりのラーメンも大好きです。そうですね。あれの背脂増しっていうのがあるんですけど。増すんですか。はい。ギットギットになって、でもあの何ですかね、吸収をあんまり良くしないために、はい、最初に山盛り乗ってるもやしから食べて、あ、でも結局はすごい量食べてるみたいな。まあトータルだとあんま変わんない。そうですね。そうですね。わかります。カドフジ美味しい。そうなんです。カドフジ行けばよかったですね。いや、まさか。胃が持たれます。そうなんですか。うん、まさか亀井さんがカドフジ知ってるって思わなかったんで。知ってます。マジですか。正直この辺りの、はい、この近辺の駅のカドフジ結構行きますよ。あ、マジですか。はい、もう学生の頃から行きます。カドフジ。カドフジ。うどんみたいな麺の場所があるんですよ。知ってます？まさに今ハマってるとこそこです。そこのうどんみたいな、うん、うどんの生うどんみたいな、なんかごわごわしてる、そう美味しい。そう、なんかあれに、はい、あの妙な感じに、はい、美味しいですよ ね。そう、美味しいんですよ。あの間違っちゃった感みたいな。あ、分かります。ラーメンじゃないんですよね。ラーメン、麺なんです。そう、だからラーメンで行くと、まあれですけども、そうですね。あとその美味しいんですけど、本当に食べ終わった後が本当にきつくて、お腹が。いや、そうですよね。そうなんですよ。だって僕そうですよ。だんだん食べてる途中で背脂多めにしてるじゃないですか。はい、背脂が血液回ってきて手が震え出すんですよ。で、鼻が詰まってきて血糖値ガーン上がってるのが分かるんですよね。実感しちゃうんです。実感しちゃう。体感するんです。はい。揚げないように野菜を食べてるんですけど、そうなっちゃう。いやー。なります。食べます。ラーメン大好き。あ、ラーメン好きなんですよ。じゃあラーメン、あれですね。じゃあ今度そっとあそこでじゃあ食レポをして。怖いですけどね。いや、結構ちょっとやった方がいい。この人ちょっと怖い感じ。なんか厳しいですね。そうですね。でも、なんか言葉ぐらいは軽くこう取りながらなんかできるかもしれないですね。でも語彙力ない。大丈夫、すごいすごいすごいって言っとけばいいだと思います。